1つ目の準優勝戦10レースからは篠崎元志と中島康平、2つ目の準優勝戦11レースからは椎名豊と船岡洋一郎の各選手が明日の優勝戦進出を決めております。水面上は最後の準優勝戦第12レースの開始です。シリーズ5日目の琵琶湖大賞、今日はホーム追い風時に強まったり弱まったり、難しいコンディションの中での開催ということになりました。最後の準優勝戦、目立った動きはなく枠なりの模様、対戦メンバーとコースです。インコース1号艇静岡ゴールデンレーサー菊池康平、期待値しっかり積み上げて予選トップ、琵琶湖大賞初部位に王手をかけるか。2コース2号艇香川石丸海斗、シンペラスタートも何のその、予選2勝を挙げています。3コース3号艇地元氏が遠藤恵美、地元勢で唯一予選クリア、気持ちで1マーク突破なるか。4角4号艇愛知平本雅之、琵琶湖タイトル戦2冠進出鬼没に1マーク攻め込むかゴールデンレーサー。5コース5号艇静岡矢野蓮氏、2年8ヶ月ぶり久々 G1 優出なるか。6コース6号艇兵庫吉川元博、着位され予選18番目の切符勝ち取っています。最後の準優勝戦第12レース、インから1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。インから1号艇菊池、3コース3号艇遠藤、わずかにコースタート1マーク、逃げる1号艇の菊池、2号艇石丸外に出した、あとは内を狙って4号艇平本、5号艇矢野バックへ入って、トップ争いはゴールデンレーサーの2人、1号艇の菊池、内から4号艇平本並んでいく、3番手は左内通って6号艇吉川、あとは2号艇石丸、5号艇矢野、3号艇遠藤、スタートは前提正常でした。トップラス4号艇平本コーナー先手、内をつける6号艇吉川、回してからの差しとなったのは1号艇菊池、ホームに折り返して4号艇平本先頭、2番手1号艇菊池、3番手は5号艇の矢野が上がってくるか、外6号艇の吉川、あとは2号艇石丸、3号艇遠藤、2周1マークの旋回。4号艇平本先頭で2周1マーク、1号艇菊池2番手、3番手争いは内5号艇矢野、外6号艇の吉川、あとは内を回ってきた2号艇の石丸、バックへ入った焦点は3番手争い、415か416か、あるいは412か、焦点は3番手争いの最後の準優勝戦2周2マークです。4号艇平本先頭で2周2マーク、1号艇菊池が内を狙ってくる、そして3番手は2号艇石丸コーナー先手、差し返す5号艇の矢野、外回して6号艇の吉川、415か412か、6号艇の吉川も5番手、あまり差のない状況、最終周回です。1周1マーク、内飛び込んで4号艇平本雅之先頭、2番手1号艇菊池、そして3番手の争いは5号艇の矢野コーナー先手、外行って6号艇吉川、内を狙っては2号艇の石丸でしたが、5号艇の矢野が3番手は優勢、415の上位、後ろ6号艇吉川、2号艇石丸、3号艇遠藤、最終ターンマークです。1号艇連勝の流れ続いていましたが、最後の最後は4号艇平本雅之白星で明日の優勝戦進出ということになりそうです。そして1号艇が2番手、後方では6号艇アクシデント、上位は415、先頭4番平本ゴーリン、2番手1番菊池ゴーリン、3番手5番矢野ゴーリン、4番手レフト番石丸、5番手3番遠藤がゴーリン、なお6番の吉川元博落水のため失格となっております。